ただ菅さんもね、うん、はっきり言ってこれね、国会のね、うん、所信表明演説でね、うん、5メートル四方、7メートル四方、8メートル四方に1人目ないのに、なんでマスクしてんだっていうのは、うん、こういうのは誰かね、アドバイスしてほしいんですよ、うん、まあそうだね、確かに菅さんの周りに、こういうアドバイスする人が僕は、いないんだね、うん、だからもうなんかね、試合協賛に陥っちゃって、うん、マスクしちゃってね、うん、それでね、まかり通るんだろうと思えば、うん、まあ、マスクでも何でもやっちゃいますよ、うん、でもそんなことしたら、もう少しね、うん、会食も結構だけど、うん、はっきりと物を言うように、うん、口を大きく開いて、うん、ね、うん、それやらないとダメなんですよ、うん、どん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 もぐもぐタイムやってっから、うん、目の方もね怯えてくるのよ、もぐ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 してるとどん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 ね、体に閉じこもっちゃうんだから、それは人間だからね、やっぱり何言ってもね、批判されればね、うん、はい、まあ、そうなりますよ、それ監督、はいはい、まあね、いかに総理とはいえ、やっぱり、ね、それはそうなんだけどね、うん、ここはね、踏みとどまって、うん、叩かれば叩かれるとぐっとね、うん、私なんかね、うん、今まで7回逮捕されて、はい、巻いた状でね、いつもね、NHK のニュースを逃げましましたけど、ね、NHK のニュースをね、巻いた状で逃げましたのはね、私が日本新記録ですよ、ね、7回も言ってるのいないんだから、はい、ね、うん、そういう私でございますけど、私は一度たりともね、うん、頭をこう下げたり顔を隠したりしたことありませんよ、ね、うん、ね、うん、そういう時こそグッと前を見て、うん、ね、来らないの来いと、はい、懲役上等と、これでやらなきゃダメなんですよ要するに被害者はいるのかと、うん、ね、誰か犠牲者はいるのかと、みんな喜ばして何が悪いんだと、こういうシーン、だから菅さんも、ね、俺以上の総理が今いるのかと、俺以上の、ね、もうちょっと自信持てと、そうですよ、うん、完全に顔を出して、うん、もしくは口を大きく開いて、うん、1時間に1回ぐらいね、うん、まあ、そのインストラクターをつけてね、うん、お話をするという訓練をした方がいいですよ、うん、どうもね、うん、秋田県人の悪いところに、うちのね、うん、あの女房の親父も秋田県人で、この間ね、うん、お正月に来たんですよ、うん、で大喧嘩になってて、なんでかちょっとね、うん、要するに喋ってることの9割何が喋ってるか分かんないただ本人はもう秋田県でそうみんな通用してるから、うん、ね、通用してると思ってるの、うん、で、いやお父さんは申し訳ございませんけどね、うん、ちょっと言ってる意味が分からないんですがって言ったらさなんだお前俺のことバカにしてこれだからだから週末そうそう、ね、菅さんもそう言えばいいんだよね、うん、だから俺もバカにしてと週末正月早々ね、本当にね、橋は飛ぶわ、コップは飛ぶわの寸前で、うちのね、女房の妹が、お父さん、私もね、東京に出てもう三十何年経つけど、うん、お兄さんがおっしゃる通りに、うん、ね、お父さんの言ってること、私でもわからないよと、お父さんね、わからないっていうのはね、東京の人間はね、お父さんの秋田弁なかなかわからないんだから、うん、そこを理解してお話をしていただいた方がいいと思いますよってアドバイスしてくれてね、円満に終わったんだから、だからね、瀬戸さんも、ね、俺はね、ちゃんと喋ってるつもりだと、うん、これ秋田県特有のプライドがあるのよ、うん、で教授があるの、うん、でもね、あの語尾がうんうんっていうところ、うん、やっぱりね、うん、多少これはね改めていかないと、まあそうですね、ね、だこういう改めるものは改めるべきなんですよ、うん、だからアドバイスをしてあげて、うん、ね、あんなあのいろいろな人間と会食してるんだろうけども、そういうのをちょっとやめて1週間に1回か2回でもいいから、こう話す言葉のトレーニングを、うん、あの編集長アドバイスしちゃった、まあまあそうね、様になるから、そしたら、うん、まあそうですね、それはそうでしょ、そういうことは必要かもしれない、うん、我々なんかこう喋っててね、ね、うん、女性に対してね、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 言ったらダメなんですよ、うん、ナイスですねって言わないと、ね、フェンディキティキティね、違う、ファンタスティック、ご自身ゴージャスってこう言わないとそうでしょ、ね、フェンディキティナイスね、こんなだからね、政治家は言葉なんだから、はい、言葉を武器にするんですよ、はい、私もね、はい、もうサオが武器ですよ、はい、でも政治家にとって武器は言葉ですよ、はい、これは明瞭に、これはね、地域の引き倒しで、あれもこれもいいんだと、人柄が人間力が、ね、あの強靭さがあればいいんじゃないんですよ、ダメなものはダメ、ね、ただ公言霊食少なし人と言って滑らかで滑舌がいいと言えばいいのかっていうと、見てくださいよ、ね、立憲民主党の枝野だとか、ね、蓮舫だとか玉木だとか、はい、ね、うん、もうあの共産党の C 先生、はい、ベラベラでしょ、うん、支持率全然上がるところはどんどん下がってだからこれはね、一概に言えないんだよ、そうそう、それはまあそうですね、一概に言えるんだ、やっぱりしかしそういうね、国を立って背負ってんだから、もぐもぐ何が言ってんだからね、だからね、菅さんの目に多少怯えが走ってんのよ、うん、またね、うん、なんか言うんだよ、うん、読み間違えじゃないかとね、怯えが走ってんの、読み間違えたっていいんだよ、うん、別にだからそれははっきりと、うん、口を大きく話し開けて話していくと、自然と読み間違いも出なくなってね、うん、できるアルゼンチンか何かはアセアンなんて言ってるんでしょ、うん、それはダメなんだよ、うん、そういうのはダメですよと、うん、
我々も菅さんを応援していくんだから、うん、どこでもついていきます、うん、下駄の息なんだから、うん、そういうことでね支持してるんだから、うん、そういうとこでしょうね、うん、ね編集長そうです、ね、改めてもらいたいんですよ、編集長もお会いする機会あるでしょうから、はいね、そういう声もありますよってさすがに言ってくださいよ、うんそうですねうん、あの吉祥のおかみみたいに吉祥のおかみ本当ですよ、誰かいないのかなあれそういや脇で支えて週刊新潮はそのこういうことをやってるんだ、柴又寅さんの家人も231年の歴史に幕、飲食業500万人の命というのはどうでもいいのかと、そうそうそう、家人っていうのはあの例 の, あの柴又にあって、人生劇場のね、うん舞台にもなったですね、うん、もう231年も続いてた古い料理屋なんだよ、これもやめちゃったとかね、うん、民間信用調査会社によると、我が国の飲食サービス業、飲食サービス業の従業員は約480万人、昨年の飲食店の倒産件数は780件に上り、上ったと。で、時短協力業者への支援策予算は埼玉県議会、神奈川県議会では臨時会を開いて議論された上で決定となった。しかし東京都においては議会に諮ることなく小池都知事が専決処分してしまった。だからその結果支援の対象が中小事業者のみに限定され、東京都の食と雇用を支える大手飲食業者には支給されないという立て付けになってしまった、うん、まあ後に変わりましたけどね、はいはい、大手にもやることになりましたけど、うん、そうそうなりましたね、大変なんだよ、はい、例えば大小の平和俊社長運営するのは居酒屋庄屋なんだから、はい、私どもは8月に決算を行っているのですが、令和2年8月期は約63億円の純損失を計上しました、うん、その後も毎月億ベースの赤字が続いています。それでも政府の支援事業などを活用しながら必死に経営努力を続けていたところではしごを外された、理不尽極まりないものです、うん、それから中国料理店ビントラ餃子坊などを運営する、サイコーポレーションの中島武史社長、このままいけば店を維持できなくなり従業員を解雇せざるを得ない、うん、なんてことになってしまう。ただ店を閉めるのもただじゃないんですと、1店舗につき現状復帰工事に1000万円ほどかかるし、うん、家賃も閉めてから6ヶ月分は支払わなければいけない。その通りです。そうなってんだね、はい、もうこれはそうなんだ、撤退も大変なんですよね。大変なんだね。店舗閉めるって言ったら楽じゃないんですよ。なんで6ヶ月も払わなきゃいけないの。あ、だって契約書が6ヶ月前に言ってくださいっていうふうになるので、家賃を払わなきゃいけないっていう。だからこういう撤退する時の家賃とかは政府が払いますとか、なんかその家賃補助するとかなんかないと、まあ、そうです。医療業者だけじゃなくてみんな戦ってるんで、うん、そうなんだよな。これに関して夜がダメなら昼やろうと思ったら昼もダメだって言われて、どうしたらいいんだって、ランチもやめてくれって言ってるわけですから、うん、これはちょ、まあ、憲法上いいのかというふうにも、うん、思いますよね、うん、はい。これね、だから正気に帰ってもらわなきゃいけないのは編集長ね、うん、そうなんですよ。アメリカとかヨーロッパみたいにね、日本の何十分、うん、何十倍のね、うん、被害者が出てんだら、これはね、うん、犠牲者が出てんだら考えてもいいでしょ、うん、でも日本はね、うん、20分の1、30分の1なんだから、うん、逆に他の国がそんなことやったらね、うん、大笑いするでしょ、うん、それと同じなんですよ、うん、まだ30分の1の日本のね、うん、まあ、いわば政府なんか菅さんなんかね、叩かれてるけど、うん、叩かれる必要ないですよ、これだけのあんた実績があるんだから、うん、そうだよ、30分の1、40分の1、結局ね、みんなもね、抑えてんだから、うっぷん晴らしのね、先が菅総理になっちゃうわけですよ、うん、そう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 、誰かそのうっぷん晴らす人がいないからね、うん、菅のやり方が悪いと、うん、こんな週刊文春なんか、咳が止まらない、菅投げ出し寸前とかね、うん、やってるんだけど、まあ咳が止まらないのは、まあ、その風邪ひいたかなんか知りませんけど、そういうことがあるでしょう、はい、でも、うん、菅さんを今ね、責めてどうなんのと、うん、じゃあ、菅さんがもうやめます、俺もう嫌だよと。うんうん、言ったらどうすんのこれ。ちょっと他いないですよ。